はい、ザッピーです。こんにちは。今日はですね、ホワイトアルバムのサボイトラフを取り上げてみたいと思います。この曲はですね、割とこう語られる機会が少ないかもしれないんですけれども、僕としては、とてもよくまとまった、いい曲なんじゃないかと思うことがありますね。よく思います。で、ロックの感覚も素晴らしくて、リズム感も良くて、で、それとね、ブラスセクションとの兼ね合いがとてもよくできてるんじゃないかっていうふうに思うことがありますね。なので、語られないのはもったいないかなと思う時もあるんですよね。まあ、ですが今日はですね、この曲の作られた過程というのを振り返ってみると、僕としてはジョージ・ハリスンよくやったなと思うところも感じるんですよ。と同時にプロデューサーのクリス・トーマスなんですけれども、ジョージ・マチンじゃないんですよ。彼もよくやったなと思うところがあって、今日はそこに注目してみたいと思うんですね。はい、こちらです。これがですね、この写真がクリス・トーマスとジョージ・ハリスンで、まあ、ピギーズの頃の写真らしいんですけれども、2人とも若いですね。クリス・トーマスもなんかかっこいいですね。まあ、後になってポール・マッカートニーのバック・トゥ・ディ・エッグなんかもプロデューサーとして参加しますよね。まあ、随分写真の影が違うんですけれども、それから割とね、この人日本のロックファンの間でも知られてたりするんですよね。ちょっとうろ覚えなんですけれども、1970年代に日本のロックバンドで、サディスティックミカバンドっていうグループがいたんですね。でその中でそのミカっていうボーカルの人がですね、彼とかなり親しい付き合いをしてたんですよね。まあ、恋人みたいになってたわけですよ。まあ、ですがそのミカっていう人はそのサディスティックミカバンドのリーダーであった加藤和彦の奥さんだったんですよね。だから結果的にその2人は別れる、離婚することになってしまったわけなんですね。まあ、ということで加藤和彦さんもいらっしゃらないね、亡くなってしまったんですけれども、この人はなかなかねユニークな存在として記憶にあるんですね。まあ、ちょっと余談になってしまいましたけれども、サボイトラフに戻ります。まずこの曲はですね、1968年の10月3日に録音開始されてるんですね。何回か録音されて出来上がるわけなんですけれども、ホワイトアルバムの録音っていうのは1968年10月の10日過ぎ14、5日ぐらいで終わるんですね。だからこの曲っていうのは滑り込みで録音されたわけなんですよ。で他にもジョージ・ハリスンの曲は滑り込みで録音されたのがあって、ロングロングロング、これは10月8日ですね、録音なので、もう本当に滑り込みなんですね。で、ジョージ・ハリスンはホワイトの中で4曲レコーディングしてるんですけれども、まあ、その他に関してもですね、決して、最初から取り上げられていたわけではないんですね。まあ、While My Guitar Gently Beeps は9月5日ですし、で9月19日にピギーズがあったわけですね。でホワイトアルバムの録音自体は5月30日から始まってるんですよ。まあ、レコード2枚分ですので、まあ、やっぱりねかなり時間は取ってるわけですね。まあ、ですが6月7月8月ね、そのあたりはもうほとんどっていうか全部ジョンとポールのレコーディングになってるわけなんですね。で9月になってもやっと2曲ということなので、まあ、ジョージとしてはほとんどこうね献身的に最初のうちは勤めていたということでしょうね。まあ、リンゴスターの Don't Pass Me By もですね、6月のもう本当に頭のうちに録音されているわけなので、まあ、ジョージだけかなり後回しにされちゃったっていうイメージはやっぱりありますね。でその上ですね、あのピギーズとこのサボイトラフに関してはジョージ・マーチンじゃないんですよね、プロデューサーが。それがこのクリス・トーマスがやってるわけなので、まあ、これはね僕の全くの邪推ですけれども、まあ、特にサボイトラッフルはもしかするとですよ、もしかすると、まあ、ジョージ・マーチンは自分のタイプの曲じゃないと思ったのか、まあ、時々ジョージ・マーチン言ってますけれども、ジョージ・ハリスンが持ってくる曲で、まあ、これはビートルズには向かないというかレベルに達してない曲みたいにね思ったこともあったようなので、もしかするとこの曲にもそんな少しばっかり感覚があったのかなという気もしないでもないんですよね。まあ、というのは、まあ、邪推の上で申し上げればですね、
この曲は例のそのブラスセクションですね、管楽器のとてもいいアレンジメントがされていると思うんですけれども、まあ、本来であればジョージ・マーチンがやるべき仕事ですよね、というのは彼が得意とする仕事ですよね。でそれをジョージ・マーチンはこのクリス・トーマスに全部振っちゃってるんですよね、管楽器のアレンジ、譜面起こしなどをね。でもクリス・トーマスがそれを喜んでじゃあやったかっていうと、そういうわけではなくて、まあ彼の言葉を借りればとても苦労したって言ってるんですよね。だから決して慣れてる仕事ではなくて、自分として自信を持ってやった仕事ではないわけなんですよ。だからそれを絶対ジョージ・マーチンは知らないわけないわけですよね。でもそれでもクリス・トーマスにやらせたということは、試しにやってみろと思ったのか、まあ、どうかわかりませんけれども、少なくともですよ、他の仕事をジョージ・マーチンは優先したのは間違いないと思われても仕方がないですよね。なので、まあ、そういう前提条件からしてですね、まあ、ジョージ・ハリスンはクリス・トーマスと二人三脚で頑張ったという面が見えてくるわけなんですよね。はい。でその頑張ったクリス・トーマスなんですけれども、楽器アレンジだけではなくて、この曲の中のおそらくなんですけれども、まあ、エレクトリックピアノとオルガンも担当しているようなんですよ。まあ、確かにあの出だしのエレクトリックピアノなんかを聴いてみると、まあ、ポールとかジョン・レノンのタッチではないですよね。まあ、ピギーズでも彼は、ハプシコードを弾いてますよね。とても、うまいと思います。まあ、ポールとかジョンのね演奏のタイプではないと思いますので、この曲に関してもクリス・トーマスがいてよかったなっていうふうには、まあ、僕は思いますけどね。でその上で、クリス・トーマスは決して得意ではなかったその管楽器の演奏およびアレンジをですねプロデュースして録音するわけですけれども、どうでしょうかね、僕はとてもうまくまとまってると思います。まあ、ジョージ・マーチンじゃなくてもうまくいったんじゃないかというふうに思います。でその上で録音したものをですね、このジョージ・ハリスンが自分でミキシングルームに入っていって、ケン・スコットエンジニアですね、彼とミックス作業に当たったらしいんですね。でその時にジョージ・ハリスンはこのブラスの音をですね歪ませてくれというふうにケン・スコットに言ったそうです。まあ確かにレコードを聞いてみると、まともに素直なブラスの音にはなってないですよね。まあ確かにコンプレッサーがかかったような少し歪んだ感覚というのも聞き取れますけれども、でケン・スコットが言うには、ジョージ・ハリスンはそういうリクエストをしてきた時に、ブラスの演奏者にもちゃんと断ったそうです。皆さんの素晴らしい演奏を少し変えてしまうけれども、音を変えてしまうけれども、まあ、この音が僕はジョージ・ハリスンは欲しい音なので、なんとか分かってほしいと言ったそうですね。本当礼儀正しいですよね素晴らしいと思いますよ。でそのジョージのリクエストに関して演奏者たちは、まあ、心よく応じたということで、まあ、いい雰囲気だったらしいんですね。だから、まあ、ここでよくわかるのは、まあ、スケジュールも押し迫っていたわけですね。で、ジョージ・マーチンっていうプロデューサーもいないんですね。もうアシスタントプロデューサーだったクリス・トーマスと2人でやってるんですよね。で、演奏者に対してもその場をまとめるっていう作業もジョージ・ハリスンがやってるわけですよね。まあ、なので、これも邪推ですけど、ジョージはここで大いなる、まあ、曲のですね、プロデュースっていうプロセスを覚えたんじゃないでしょうかね。実際これから後にですね、アップルの作業をジョージはどんどんやっていくわけですよね。このホワイトの録音が全部終わると、ジョージ・ハリスンはすぐにですね、まあ、ジャッキー・ロマックスのレコードをプロデュースしていくわけですね。まあ、この頃のクリス・トーマスとのお互いにこう手探りの作業っていうんでしょうかね、素晴らしい経験になったんじゃないかと僕は思います。でもそれを知れば知るほど、まあ、ジョージとクリス・トーマスっていうね、まあ、お互いに手探りでやってたとしてもですけれども、このサボイトラフルがもう見事にまとまってるので、まあ、彼らの絶対にね綺麗にまとめてやるっていう、そういう情熱を僕は感じるところがありますね。それとこれエンジニアの、ね、人がやっぱり証言してるんですけれども、この曲のミキシングの段階で当然ですけれども、正式なプロデューサーであるジョージ・マーチンが立ち会いに来たそうですね。でその時に聞いてみたらば、まあ、ブラスセクションの音は歪んでいると、なんだこれはということで、まあ、若干気に入らないような発言があったそうなんですね。まあ、しかしクリス・トーマスたちがですね、いやこれはこれでいいんですよという発言があって、まあ、ジョージ・マーチンは
その部屋を出て行ってしまったということのようです。まあ、なのでおそらくジョージ・マーチンはこの曲には関わってる可能性は薄いんじゃないかなと、あまりたくさんは関わってないんじゃないかっていうのは想像できてしまいますね。まあ、ジョージとクリス・トーマスの素晴らしい業績だったんじゃないかと思います。まあ、この曲はですね、まあ、結構よくあるんですけれども、ジョン・レノンは全く参加してないんですよね。まあ、これもほったらかしい状態ですよね。まあ、ジョージが、まあ、リズムギターもリードギターもできてしまうので、まあ、ジョン・レノンとしては参加する意味がないよねと思ったのかもしれませんけれども、でもコーラスでも何でもね、まあ、キーボードでも参加する方法はあるわけですよね。まあ、最低でもその場にいるっていう理由はあるわけですよね。だけどこういうところでもあんまり、まあ、その気になってないというか、まあ、ジョージ・ハリスンはほったらかされていたんじゃないかという気もしないでもないですよね。僕はかわいそうな面もありますけれどね。で、ポールはベースとコーラスということで、まあ、深くは関わってないようですけれども、一応ね、ポールは全部に参加するっていうスタンスは取ってますよね。で、それと最後の、ここはですね、ちょっと余談なんですけれども、これは僕も正確にはわかりません。ただ、よく記事で見かけるので付け加えておきたいと思うんですけれども、何かというと、この曲の歌詞のこの黒字の部分、太字の部分ですね。これがポール・マッカートニーに少し当てつけっぽく書いてるんじゃないかというふうに言う人もいるんですね。僕たちはみんなオブラディ・ブラダのことは知ってると。ね、その曲は知ってるっていうことでしょ。だけど、ちょっと教えてほしいんだけど、あんた今どこにいんのっていう感じなんですけれども、まあこれどういう意味かっていうと、どこにいんのっていうふうに訳すべきなのか、もしくはあんた今どこのパートを演奏してんのっていうふうに訳すべきなのか、これもしかするとジョージ・ハリスンとしては、まあ、随分ねオブラディ・オブラダの演奏、まあ、レコーディングを長い時間やって、あ、よく分かった分かったと、だけどどこやってんだよ今っていうね、まあ、ちょっとばっかりポールをですね、そのレコーディングのことをですね、まあ、思い出してお笑いにしてんのかなというところもあるかもしれないですよね。何とも言いません。このオブラディオブラダっていうのはですね、ジョン・レノンはもう明らかに嫌悪感をね表に出してたみたいですし、まあ、ジョージとしてももし言うんであれば言いやすい曲だったのかもしれませんよね。まあ、ジョン・レノンがそういうふうに先陣を切ってポールに反抗してたわけですから、まあ、ということなんですけれども、まあ、ホワイトアルバムの中でもですね、まあ、最後の方に出てくる曲なので、やっぱりどっちかというと忘れられがちなんですけれども、でもね、やっぱりインパクトのある曲ですよね。まあ、ジョージとすれば、まあ、意図的に割と歌詞をねこうナンセンスな歌詞にして、まあ、ロックンロールをやりたかったみたいな発言もしてるので、こう快適なね曲に出来上がっていて、まあ、大成功の曲だったんじゃないですかね。そんな風に僕は思います。はい、以上でした。失礼します。